もポンチです。今日はカラクリドール先生による名作トリックのアレンジです。お楽しみください。実演、今日はバイシクルのリーグバックというデックを持ってきました。マジであんまり使ってる方いないと思うんですけれども、これを使ってマジックをやります。バイシクル、リーグバック、プレイング、カーズ、4つの単語があります。これがタイトルですから、リーグバックまず最初に書きました。リーグバック、バイシクル、プレイング、カーズ。この4つの単語を使ってマジックをします。それでは、どれでも結構ですから、お好きな順番に選んでいただきたいんですけども、じゃあ、この4つの中からまず、どの単語がよろしいですか？バイシクル。バイシクル行きたいです。BICYCLE でございます。バイシクルの次はそれ以外何がいいですか？リーグバック。リーグバック行きます。LEAGUEBACK。文字数に従って巻いていきます。次はどちらがよろしいですか？カーズ。カーズ行きます。CARDS。残りはプレイングしかないですけど、よろしいですか？はい。行きます。PLAYING。これ文字数がそれぞれ違いますので、どの順番に選んでいただくかによって、この順番が全く変わってきます。これを、よいしょ。取り上げて、上から順番に配っていきます。最初はリーグバックです。LEAGUEBACK のところで、スペードのエースが出てきます。あれれれれれれ。バイシクル見てみましょう。BICYCLE のところで、ハートのエース、そしてプレイング、PLAYING のところでクラブのエースが出てきて、最後、CARDS でダイヤのエースが出てきました。フォーエースが揃います。解説させていただきます。今回のこのバイシクル、プレイングカーズ、リーグバック、文字数にしますと10文字、7文字、7文字、5文字です。最初が10文字でなければいけません。ですからリーグバック、この箱の通りやるとバイシクルが一番上にありますので、ちょっと書き直します。これタイトルですからリーグバック、このデックはリーグバックですから、一番最初に書きますと言って一番最初に書きます。順番的には10775にします。こうすればあとはやっていただければ全く今の通りにできます。4枚のエースをトップに置いときます。本当はここにスペードのエースの絵が書いてありますので、スペードのエースを最初に出すのであれば4番目ですね、上から4番目にスペードのエースを置いときます。あとはお客様が選んでくださった通りに配っていけば、全くどのパターンでも同じことができます。例えばさっきと違うのでいきましょうか。まずカーズからいきます。 CARDS、これで5つに配ります。これはプレイングを選べると7なんですけれども、必ず5つの山に配ってきます。バイシクルも7ですけど、リーグバックも10ですけれども、5つの山に必ず配ってきます。次バイシクルいきますね。 BICYCLE。 プレイングいきます。 PLAYING で、リーグバックですね。 LEAGUEBACKどの順番で選んでも全く同じ結果が出ます。まず両側のパケットをその1個手前の上に乗せます。そしてマジシャンから見て左側、左手の方ですね、左手のを乗せます。そして右手のを乗せます。あとは上から順番に1775の順番で配っていけば、10枚目、さらに7枚目、さらに7枚目、さらに5枚目にエースが出てきます。やってみます。1,2,3,4,5,6,7,8,9、10枚目で出てくるのが、まあ、このスペードのエースです。そして次バイシクル7枚目です。1,2,3,4,5,6、7枚目にエースが出てきます。プレイングも7枚目です。1,2,3,4,5,6、7枚目。そして一番最後の CARDS、全て揃います。これ実は元々のネタは正直言って作者が分かりません。話によるとジェニングスじゃないかなっていう人もいますけど、確かめる術が全くありません。誰に聞いても分からないのでジェニングスかもって言うんですけれども、ジェニングスだとして、ジェニングスが考えたのはタリホースペルって言います。タリホーでやります。タリホーのバックでやるんですけど、タリホーのバックは一番最初に10文字かアドートリーとかなんとかっていう単語が最初にありまして、タリホープレイングバックになってますから、こういう風に書き直さなくても大丈夫です。
丈夫です。タリフォーをお使いの方はタリフォーでやればいいと思いますけれども、バイシクルの方がちょっと目新しいのでバイシクルスペルでやってる人はいませんので、ちょっとこれにしてみました。この1775以外の数字の組み合わせもいくつかあります。僕いろいろやってみて10通りぐらい発見したんですけども、それまたいずれに発表させていただくことにしたいと思います。とりあえずこの1775でやれば、今のようにやれば全く同じことができます。タバコでしたらピアニッシモかなんかですね、ピアニッシモでちょうど1775っていうのがありますので、それを使ってもちょっとおしゃれかもしれないです。よかったら遊んでみてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。今回解説したものの他にこのパターンでもいけますよというものあれば、ぜひともねコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ほぼ毎日プロがマジックのレクチャーしてます。こちらからチャンネル登録、その他の動画を見ていってください。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。